こんにちは。こんにちは。クラシトコーヒーの動画です。はい。はい。予告通りゲスト会ですね。はい。はい。京都から門川さんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。はるばる岡山。はい。まあ、正確には、福岡から直行で岡山。そうですね。京都に戻らず、急に北上してきました。はい。あの動画からもう、半年くらい経ちますね。経つんですね。はい。その後反響はいかがですか？いや、本当にね、お店にいらっしゃる方が多くて、ああ、よかった。動画を見て、高まらはないんかっていう方が、急増しました。高まらの第一人者として、そうですね。名実ともにこう、ちょっとプレッシャーを日々感じて。はい。ということで、今回は、岡山までわざわざお越しいただいてですね、やりたい企画が、こちらですね。高まらが、このことを教えていただきたいと。っていうのが、やっぱり、高まらって、あんまりにルールが違うじゃないですか。うん、焼き方一つとっても違うし、抽出も違ってくると。うん、それを、一番日本で分かってるのは、もう、門川さんというところで、高まら、実際、どうやって焼いたらいいのか。で、どうやって入れたらいいのか。これを見てるロースターの方にも、これを見てるエンドユーザーの方にも、両方楽しんでいただけるような内容で、今日は高まらの全てというところを追求していきたいと思います。はい、思います。よろしくお願いします。お願いします。初めレンジは何も喋んない。何も喋んない。実際にここからですね、喋っていただくのね、はい。で、実際にここにあるのがですね、夏美店長が何も聞かずに焙煎したものですね。何も聞かないことはないか。事前情報は何かお渡ししました。水分が多いとか、カロリーをかけて焼くのがいいとか。あの時、多分動画で門川さんに聞いたアドバイス。はい、高まらってこう焼いたらいいよっていうあの動画のアドバイスをほぼほぼ伝えたみたいな形なんですけど、それで焼いた豆がこちらです。初めて焼いてみた感想とか印象とかを今教えてもらっていいですか？水分が多いって言われた通り水分の多い豆だったし、あながち自分の思ってるとことは大きく外れてはいないなっていう感じでは焼けました。予想通りだった。他の豆と違ったところはありましたか？通りに行っちゃった。かっこいいな、なんか。超いいじゃん。すごい。そう、情報があったから、豆乳温度とか、僕もなんとなくわかるし、なので、自分がいつもやってる温度のタイミングとか、ハゼのタイミングとかに、そこに、収まるように、っていう形で、いただいた情報をもとに変えてやってみたんですけど、まあもうちょっと高くてもいいかな、温度がみたいな、豆乳温度を変えてあげるといいかなと思ってました。さて、ではここに焼いた豆なんですけど、門川さんから見てこの豆は今どんな感じですか？見た感じ。はい、見た感じ。で、結構綺麗に焼かれてるなと思いました。でもハニーなんで、これハニーって結構まだらにしっかりこう色が出たり、表面がちょっと焦げたかなみたいな印象があるんですけど、そうなっても美味しいことが結構多いんです。なんか豆面をきれいに焼くっていうよりかは、まあ、そこを気にせずにこう焼いていくっていうのもあって、それがどっちに出るか。なるほど。すごいきれいに焼かれてるなっていう印象があります。なるほど、はい。じゃあ実際にこれ焼けてるか、ちゃんと焼けてるかどうか、15日に焙煎してるので、今日が3日目。3日目。だから、まあ、多分味入ってないと思うんですけど、一回これ飲んで、飲んでましょう。どんなものかっていうのをチェックしていきたいと思います。はい。抽出を、はい、はい。やっていきたいと思います。はい。行ってみよう！やってみよう！よっ！やった！豆を引きます。はい。レシピはこんな感じでーす。はい。丸投げです。あとはなんとかやってくれよ。編集に丸投げスタイル。
によっては3分20ぐらい打ち切りにしてますね。でも私はちょっと別の人でも僕はですね、そうです、そうです、大先輩。スタッフの技術がいらないから最高ですよ、素晴らしいですよ、これは気楽ですね。うちもお店で朝入り出すときはもうこれですか。あー、でもそれがいいかもしれないです。誰がやっても同じくない、うちもこれにしようかな。スタッフ間の技術差がそうなんですよ、結構悩ましいんですよ。でもやっぱ僕らはこだわっちゃう派じゃないですか、うん、意図しないものを出したくない。そうですよね。でも、あの駅の店は皆さん上手に入れられてます。編集しっかりしてんだろうな。いや、結構シビアに入れてますけど、やりたい人がいたら抽出完了です。じゃあ飲み比べをしていきましょう。はい、はい、では抽出が完了しました。はい、お疲れ様でした。では飲んでいきたいと思います。はい、サンタロサのハニーちゃんですね。いただきます。いただきます。うまっ、おいしい。3日目でこんなに入る、ね、マジ出ますね、すごい。おいしい。初日焼いてすぐ飲んだ時マジで不安だった。こんなもんみたい。わかんないんですよ、1ヶ月後ぐらいに正解出る感じもするしね。うんうん、美味しい。でも美味しい。企画がこれで終わってしまうかもいいかもしれないですね。よかったですって書いちゃうかも。美味しかったです。美味しかったです。ちゃんと焼けてました、はい、ちなみに、うん、このサンタロサ農園はどういう農園か教えてもらってもいいですか。この農園は、うん、そのエルサルバドルのチャラテナンゴっていう、うん、まあ、ホンジュラス寄りの北西部のエリアですけど、ラウルさんというこのボスが、はい、で、あのファンキーの方です、ね、そうですね、ちょっとこう見た目はあのそっち系の人かなみたいな、ちょっといかついとしてるんですけど、心優しい結果なので、はいはいはい、まあ、その方のお父さんが一応初めて飲んでて、うん、COE を勝つためにスタートしたコーヒーです。へー、はい、COE は実際に勝ってる。実際に今で3回優勝してます。すごい。点数は点数が一番高いので91点。すごくこれ COE 方式で91点。そうです。えぐ。一応エルサルバドルの最高落札額を持っているものです。この農園が得意としてるのはどういう生成が得意か、どういう豆が得意か。ですね、ここはそもそもバカマラしか植えてないんですよ。一応勝つために当時一番、まあ、国でいいとされてた品種がバカマラだったので、バカマラで始めて、プロセスはハニープロセス。ハニーが強いです、ね、この3回優勝全部ハニー。これもまあそれに近しいロットというか。そうですね、まあ、全体的な印象はこういう感じで、最近だともうちょっとこう複雑になってきたりとか、ちょっと発酵入れてるともうちょっとこうフレーバーになってくるんですけど、うん、かなり近い味わいだと思います。なるほど。だから夏美店長、何も知らずにこれ焼いてみてっつって焼かされるっていう。実はこれ分かった、知らなくて。聞いたら焼きたくない。焼きたくないって。いや、もうほんとすごい、サルバドル大体候補のパカマの一つだと思います。はい、もうこれはっていうのを酔ってもらってるので。で、この豆実はあの時にいいなって言ったけど、買えるか買えないか分かんなかったのを、ね、かなり無理して回してもらってるんですよ。そうなんです、はい、これはちょっとエクスクルーシブな、本当特別、ね、はい、動画がうまくいったから、じゃあしょうがねえなっつって。いやいや、そんな上から目線で商売してないんですけど、あのでもね、やっぱ有名な農園なんですけど大きくないんで、やっぱり量がそんなに取れない。毎年、まあ、ずっと使ってくださってる方優先になってしまう。色ちょっと特別なのを焼かせてもらったという、はい、夏目さんとしてはこの焙煎は今飲んでる感想はいかがですか。これをベースにどうしたいかっていう相談をいただいて、うん、このままでいいのか、もうちょっとこうしたいみたいなところがあれば、美味しいと思います。まあ確かに今まだ3日目ってこともあって、ちょっとこう酸の部分がちょっと
トゲトゲしく感じる部分もやっぱあるけど、うん、甘さの部分は伸びてくるんじゃないかなとは思います、うん、でも理想形で言うと多分その甘さの質感みたいなのがもうちょっとこうトロッというか、うん、ネチョみたいな粘性のある感じの甘さが出てくると赤マラらしいなっていうのがより感じやすいんじゃないかな。赤マラはやっぱり甘さの質感なんですか？甘さと質感ですね。質感、はい、ネチョ、ねっとりした。僕はあのなんかよくぬちゃとかぬちゃ、ぬたぬたしたぬたぬたした美味しくなさそう、美味しくなさそうなんですけどもうその本当にちょっと溶けた砂糖がずっと下の周りにいるかのような粘性のある甘さがあるとすごい感じですね。ある程度伸びてくると思います、うん、この感じで言うと、うん、それがどれぐらいまでかわかんないんですけど、もうちょっとそこにフォーカスして焼けるかもしれないなと。どうなんでしょうね、そこのメイラードのところとかどれぐらいかとか、ディベロップドームで撮ってるかみたいな、ハゼに入る前ぐらいのやつをできればちょっとこう抑えたいんですよ、ハゼに。何分で行くのが理想ですか？3分から4分弱ぐらいとか。ハゼるまでゴールデンから。ゴールデンから4分。ゴールデンからハゼまで。4分？はい。ハゼてから、1ハゼから1分15秒から。ちょっとそこの時間にもよりますけど、僕らはなんかそこまで、温度自体はそこまで8度ぐらいとか7度ぐらいに抑えて、寝かせながら出てくるもちょっと伸ばしたりするんですけど、そこ伸ばすのは火力で調節、ダンパーで調節、そう、火力をちょっと切っていくんですけど、なるほど、なるほど。でもまあそこのハゼに入るまでをちゃんとこう抑えられてたら、うん、一気にこう火がこう入って温度上がることなくゆっくりこう入ってきて、はい、まあ、その過程で結構甘さ出るなっていう印象があるんですよ。なるほど、うん、ゆっくり色をつけさせる、そうそうそう、そういうイメージです。大粒なんで前半火力は必要なんですけど、ここから落としていくじゃないですか。その落とし幅を普通よりもと同じぐらいに落としちゃうと、うん、大きい分やっぱこの人が持ってる、このパカマラ持ってる熱が大きいんで、ちょっとハゼの前とかコントロール効かなくなったりとか、逆にちょっとこうリングというか、うん、持ってっちゃったりとか上がっていっちゃったりすると、焦げた感じの人が、そこのハゼの手前から最後のデベロッパーでこう綺麗に押さえながら伸ばしたいと、ちょっとこう前目にこう軽く落としながら、うん、最後自分のパカマラのエネルギーで綺麗に焼いていくって感じなんですけど、今話聞いてるとやっぱ最近流行りのプロットみたいなやつあるじゃないですか、うん、密度高めのと似たようなことか。まあそうですね、大粒なんですけどやっぱりある程度密度しっかりあるんで、うんうん、そこの火は入れないといけないけど、うん、後半暴れさせないように出せないといけない。なるほどね、最初の感じであとどこまで落とすかっていうのはそこの強弱が結構大事かなと、ね、はい、それでどうですね、今のアドバイスを聞いてなんとなくイメージがつきました。つかない、つかないんかい。だってやってみないと分かんないじゃないですか。そうですね、自分でやって味を見て、あ、こんな風に変わるんだって言って初めて分かるので、今までそういうやり方をして聞いたことがなかったので、まだ言われても、うん、じゃあ今から実際にやってみて、一鉢でいけるのか何鉢かやるのか、何鉢やってみて。例えばその、はいはい、多分私の変えるべきところが一葉で来てから火をちょっと落としてあげないといけないなのかなって思ってるんですけど、そうすることによってじゃあ味がどうなるのかっていうのも甘くなると混ぜるなっていうところだと思います。混ぜるもうちょっと前ぐらいからゆっくり混ぜてくれよ、手を遅らせるってことですか。なんでトータルで7分半か8分ぐらいかけてそこまで行って9分ぐらい これあの平常運転なんで考えるとこうなるんで、まあそのね極端に変なことしちゃうとなんか何が変わったかわからないから、うん、同じ感じで気持ちもうちょっと開けます。一回それでやってみてもいいかもしれない。その後どうするか考えます。はい、はい、そういう方なんですね。はい、ではやってみましょう。やってみよう、やってみよう、やってみよう。急に急に始まる。いや、決まるでしょう。
今焙煎を2回2人がやるの見てきたけど、全く違うタイプの焙煎ですね、2人とも。確かにそうかもしれないですね。数値型と感覚型っていう。そうですね、僕はだからその感覚をまだ共有できないんで追いつけないですね。ここは自分が掴まないといけないところだ。この数字はどれぐらいまでいくんですか？ここまでしかやったことない。どこまでもやってるの？やったことないです。和紙屋さんはこの辺まで火を調整してやってた。今じゃあ 50% ぐらいに。普段はどれぐらいまで使うんですか？6キロでもう200まで。ああ、なるほど。色見ましょうか。気持ち落としていきますか、ちょっと落としましょうか。ランパー開けて、ちょい開けぐらい。もうちょっとこうキャラメルになったタイミングで開けていきます。外れそうだなってぐらいにもうちょっとだけ開けましょうか。うん、ちょっと開けます、うん、ね。2人の感覚は同じぐらい。そう、うん、アップした。風、うん、もうちょっと。このハゼ終わったぐらいにあげましょうか。うん、あと20秒から30秒ぐらい。あげたい。どんな？あげます。あげましょう。はい。いいんじゃないですか。これはいいんじゃないですか。これはいいんじゃないですか。素晴らしい。そうなんですよ。邪魔はしますね。はい、はい、では今からパカマラの入れ方をやっていただきたいと思います。はい、店長、横で助手をお願いします。はい、レシピは、はい、14.5g のコーヒーに 230g のお湯、レシオで言うとだいたい 15.5 ぐらいですかね。 15.5 ぐらい、はい、でドリッパーはこのマーナさん。マーナを使うメリットは何ですか？マーナを使うメリットは簡単で、うん、美味しく入れる。まあ、浅入りってどうしても未抽出になりやすいじゃないですか。確かに確かに。手で入れると、うんうんうん、普通の塩水のドリッパーよりもそれが起きにくい構造になっているので、うんうん、まあ、お店だけじゃなくてご家庭でも美味しく飲んでいただけるようにこのドリッパーを使っています。パカマラはおすすめ。おすすめですね。やっぱりちょっとこうパカマラって後半にしっかりボディ感とか甘さが出てくるんで、うんうんうん、さらっとこうフレーバーだけってよりかはしっかり時間かけて甘い部分も出したいので、うん、まあ、こういうちょっとこうたまりができるような構造っていいですね。なるほど。あえてじゃあちょっとつけてゆっくり抜ける構造のマーナがパカマラにいい。いいと思います。なるほど。はい、ということでマーナさん見てるでしょうか。はい、スポンサーしてください。お願いします。CM 待ってます。アンバサダーとして、アンバサダーとして頑張ろうと。
そのペーパー折らなくていいみたいな、うん、結構いいですよね。あの後買いましたけど、はい、あ、よくできてるな。よくできてるんですよね、うん、で、お湯の温度は何度でいきますか？90、まあ高めなら何度でもいいんですけど、95度前後というふうに伝えて、はい、95度4度ぐらい、ペーパーは一応リンスします。これは密着させるための、そうですね、ちょっと浮いてますもんね。ちょっと浮いてまして、すごい綺麗ですね。そうなんですよね、横向きのリブが入ってるので、これのおかげでお湯が下にすぐに落ちないので、まあ、この効果をちょっと出すためにリンスはします。 14.5g いきますか。はい、最初、うん、35g ぐらい、1度目で35g で、はい、35g から40ぐらい注いで、ちょっと攪拌をします。35秒ぐらいまで蒸らします。はい、中室か中等から35、はい、でこの後 110g まで注ぎます。で1投目はちょっと味出したいタイミングなんで、しっかりこう攪拌するような感じで、はい、強い勢いで注いでいきます。お店もドリアビスタでしたね。そうです、タイムモアでしたよね。はい、時間表ですね。やっぱタイムモア使ってるところがすごい親近感はですよね。赤いやじゃないですよね。はい、ちょうどいい、ちょうどいい。赤いや高すぎる、はい、高すぎる。何台もね、行くから。そうなんですよ、ね、で1分10秒になったら160まで注ぎます。160、170でした。結構ここでしっかりこう強めに注いであげると沈んでいくの遅くなるんで、ちょっとだけ溜まってり始めますね。あ、本当だ、ちょっと抜けがゆっくりな、そうですね、丸くなっていくんですけど、これ糸下抜けの悪さ、そうですね。で2分弱ぐらいまでここで待ってもらって、うん、最後230まで進んじゃいます。最後はそんなに勢い弱めで、ちょっとゆっくり進んで、ちょっとだけ混ぜてあげて、これで終わりですね。これで落ち切りを待ちます。この落ち具合とかでちょっと引き目を調整してるんですけど、それではこのゆっくりさが僕ちょっとグレーかの思い出します、ね。あ、グレーかのちょっと抜けが悪いんですよ。なるほど、いいかもしれない、もしかしたらいいかもしれない、ね、試すにはいいかもしれない。グレーかのでも10倍ぐらいしますよね。ただあの近所にクラスがあるでしょ。ある、取ってくれるんですよ、ちょっと貸してっつって。なるほど、なるほど、ちょっと貸してっつって。確かに使ってみたい。ちょっと貸してです。新しい店開くんだ。開店祝いで。明暗ですね。まあ3分ぐらいですね、おチキン、これで今回は。はい。はい。完成です。抽出完了ですね。はい。抽出完了です。3分2秒。3分2秒ですね。うん、あ、いいぐらいですね。いいぐらいですね。バカマラの入れ方です。バカマラの入れ方。はい。焙煎お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。夏美店長、はい、いろいろ3回、うん、トライしましたが、はい、焼いてみてどうでしたか？今まで、うん、この焙煎で時々失敗をするんですよね。で、その私はもう本当に感覚的で、まあ、温度の上がりとか見ながら、あ、これはちょっとダメだわみたいな感じだったのを、うん、だから、うん、これでダメっていう全部こう理由付けがあって、うん、なんかっていうのを教えてくださったのがすごい分かりやすかったですね。新しい感覚がインストールされた感じ、うん、そうそう、あと自分もいいと思っている感じていることが本当にいいんだっていうのを、あ、なるほど、あのちゃんと合わせることができて、あ、よかったんだっていう、それもすごいよかった。言語化できたっていうところも多いですよ、感覚でやってのける。いや、そう、それは真似できないし、それで僕やめたんですよ。もう無理だね。こいつには勝てねえと。で、一歩で角川さんは、夏美店長の焙煎
一緒に焼いてみて、はい、どうでした？いや、まあ、あの最初のね、うん、飲んだコーヒーが美味しかったんで、うん、で逆に見るの楽しみでしたけど、うん、本当に感覚でいろんなことをいじってるんだなと思ったし、うん、むしろすごいな、僕にはちょっとない感覚もお持ちだったので面白いなと思って、僕はだからそっちに一回こう合わせに行く気がある、はい、レベルが足りなかった。僕は2人が焼いてるのを見て、あ、なんかすごいこれ今化学反応起きてるなっていう、2人の本当焙煎士の対話みたいなのがあんま喋ってなかったけど、あの少ない言葉数といろいろ見るところが大体一緒だったから、あ、こんな感じで対話するんだなっていう、なかなか見れないものを見せてもらってすごい楽しかった。よかったです。まあ、僕はね普段使ってる焙煎機じゃないんで、うんうんうん、そこの感覚のところはむしろ頼らせてもらって、必要なポイントだけ付け加えさせてもらった。ちなみにその普段イーセンとか、はいはい、次はイージースターを使われるっていうことですけど、うん、フジロイヤルの10キロ、はい、初めてですね。ですよね。触ってみてどんな焙煎機だったの？いや、もう本当にシンプルな焙煎機じゃないですか、うんうん、思ってた以上にこうカロリーもあるし、うんうん、使いやすさもあるな、で結構そのレスポンスも早くて、うん、使い勝手いいなっていうイメージですね。では今焼けた三太郎さんの焼きたてね、ハニーですね、焼きたてだからそれを加味して飲みましょう、はい、いただきます。あ、なるほど、すでになんか質感の部分出ますよね、ちょっとガス感だけど、うんうん、ちょっとプルッとした感じ、プルッとした、うん、はい、ちょっとまだこれねちょっとはなってないけど、うん、ねちょってなるんだろうなっていうのがこの焙煎したてからももう伝わってくるっていう、さっきのやつとこの焼いたやつで僕飲み比べも面白いなと思うけど、うん、面白いと思う、前の焙煎と今の焙煎と焼き分けができる、はい、できます、できる、はい、できます。素晴らしい。皆さんにお届けする分にはどっちで考えます？ちょっとアレンジをするかも。2人のコラボ焙煎ですね、コラボ焙煎のスタイルでいくと、はい、導いて、ああそうですね、だってもう一番間違いない人だって農家さんだからね。いやいやいや、エルサルバドルの農家さんであり、輸出業者さんであり、輸入業者さんであり、焙煎業者さんであり、小売業者であるっていう、一人エルサルバドル、一人エルサルバドルこれで間違いないっていう完璧を、これが本来のエルサルバドルの高村の、なんか、うん、いい感じだと思う。ちょっとまだこれからね、変化がね、はい、伸びてきてどうかと思います。すごい大事なことを最後伝えないといけないと思って、エルサルバドルのパカマラ、まあ、パカマラルールが違うって話だじゃないですか、はい、一番エンドユーザーにとって違うルールっていうのが、うん、飲み頃が違うんですよ。あ、確かに、そう、そこだけはちゃんと伝えないとなと思って、うん、エルサルバドルの焙煎してからの飲み頃、はい、大体どれぐらいが想定されてますか？一番いい時で言うともう1ヶ月後。あー、そうだ、はい、まあ3週間以降、最低3週間を、ベストはやっぱ4週目かなってイメージです、ね、本当に美味しいパカマラ飲んでますかって聞いたのはまさにそこで、だいたいみんな買ってすぐ飲むの。そうですね、だからここを声を大にして言いたいと、パカマラこそ置いてください、置いてほしい、うん、でなんか違うなっていう人は多分エイジングが足りてないっていうところがあるので、このパカマラっていう豆は我慢して、でもいきなり冷凍庫にぶっ込んじゃうとエイジングが進まないんで、はい、常温で1ヶ月エイジングしてから飲んでいただくと本来のパカマラの味が楽しめると、そうですね、いうことになります、はい、今回はゲストでコヨテの田田さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、締めお願いします。はい、はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか？気に入っていただきましたら高評価、チャッチャッチャッ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また X、Instagram と SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。はい、で門川さんから何かお知らせはありますか？はい、京都に3月25日新店舗焙煎所兼コーヒースタンドがオープンします。どちらですか？場所は京都の出町柳という鴨川がすごく綺麗に見えるんですね。はい、そちらにオープン、はい、はい、例のイージースターが入り、そうですね、中でコーヒーは飲めるんですか？飲めます。なんで今回は飲める場所が先にオープンして、焙煎機を来るのはもうちょっと後なんですけど。なるほど、はい、それが3月の25日。25日、はい、もうすぐ。大丈夫ですか？大丈夫じゃないです。オープンできたらよかったと思ってください。で、そういうオープンできましたよと、普段の門川さんのどんなところで拾えますか？はい、インスタグラムで情報発信してますので、はい、雇用って京都にしたら、はい、エルサルバドル取り扱いたいとかっていうのがあったらどうすればいいですか？買いたいとき生問い合わせのメールの方か、私個人のイン
インスタグラムのダイレクトメッセージでもちょっと対応はまちまちですけど、なるほど、ちょっとエルサルバドルやってみたいとか、カマラやってみたいっていう方はお問い合わせの方をしてみてください。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でー。